はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。はい、今日はこちらですね。はい、ということで、まえチャンネルの T シャツができました。イエーイ。昔ね、パーカーを作ったことあったんだけど、もうあれはね、なくなっちゃって、うん、新しくですね、T シャツができました。このオリジナルデザインの T シャツだね。結構カラフルだよね。そう、レイチンくんが着てるのは今、子供用のやつだね。子供用のやつは半袖しかありません。で、大人用はですね、長袖がありますね。長袖の T シャツね。これやっぱいいね。このね、絵は実はエイシンくんが描いたイラストをもとにですね、パパがロゴ化しました。はい、どういうロゴかっていうと、ここに YouTube マーク一応あるね、再生ボタンか、うん、ありますね。これ自体はヘラクレスオオカブトなんだね。うん、うん、でここが目でしょ、うん、これがだから頭の角で、ここが胸の角か。あ、で、これが、うん、なんだろう、背中だね、これ背中のお尻の部分。そうそうそう、なんだけど、ここね、炎にデザインしてますね。足の部分はこれ、あ、なんかマイチャンネルカラーっぽい。その通りですね。で、青がマイチャンネルインターナショナル、緑がゲームマイチャンネル、赤がマイチャンネル。これマイチャンネルと同じ赤色にしてあります。本当だ。そう、黄色色、黄色はね、わかんない。まだこれからエイシンくんのチャンネル作るんだったら黄色にしようかなと思ってますね。一応この頭の毛も生えてるね。生えてるね、うん、はい、で、下にマイチャンネルという道具が入ってます。おー、はい、そんなね、T シャツなんですけども、うん、こっちはですね、UMUさんのサイトで取り扱ってますね。うん、はい、こういうページがありまして、うん、ここでね、一応見ていけるんだけど、アイテム、そう、ね、ちょっとね、まず最初に言わなきゃいけないのが、年末年始で、実はですね、12月28日から1月7日まで商品の発送やってないんだよ。だから一応注文することはできるんだけど、うん、発送が1月8日からなんだから。なるほど。なんで、ちょっと遠くまで時間がかかるかもしれないですね。うん、うん、で、まずキッズから見ようか。うん、マイチャンネルキッズ T シャツってのがあって、僕は着てる方ね。そうだね。で、サイズがですね、100と110、120、130、140とあります、ね。で、カラーが、今これレッドなんだけど、グリーン、おー、緑色になってでしょ、うんうん。で、もう一個ロイヤルブルーってのがありますね。おー、これもなかなか鮮やかでいい色だよね。うん、エジングが着てるのはレッドです。うん、はい。そしてもう一つがこれだね、ロングスリーブ T シャツってやつだね。お、サイズが S と M と L と XL ありますね。お、はい、カラーが、私が着てるブラックとレッド。あ、これは子供と大人じゃん。そうだね、同じ色。うん、そしてターコイズブルー。お、これはちょっと違う。うん、これも結構綺麗なブルーだよね。そうだね、はい、がありますね。はい、うん、はい。で、値段なんですけれども、大人用は4000円、子供用は3000円となっておりますので、はい、ぜひ気になった方はですね、説明概要欄の方からチェックしてみてください。はい、これからの動画ね、常時この URL 載せておきますので、うん、あの T シャツ欲しくなったなっていう時に随時チェックしていただけると嬉しいなと思います。はい、こうやってね、本当にロゴチックなのができたのが嬉しいなと思ってて、本当はね、これでちょっとだけね、軽いオープニングを作ろうと思ってたのよ。ああ。だけど時間ができなくてできませんでした。うん、まあそのうち作りたいと思いますね。はい、ということで今回はですね、ついにまえチャンネルの T シャツができたというお話でございました。はい、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか、おめでとうとか、それいいね、その T シャツいいねと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。うん、そしてチャンネル登録もよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバイ。